おはようございます。1月24日火曜日の朝一です。はい、おはようございます。東日本大震災の被災地でも寒い日が続いていまして、特に仮設住宅では寒さが応えていることと思うんですが、そんな方に少しでも元気になっていただこうと登場したのがこちらです。仮設住宅にこちらカラオケカーがやってきた。一体どんなカラオケなのか。そう、ボックスじゃなくてカー。そう、どんなカラオケなのか取材してまいりました。こちらは先週土曜日にできたばかりのカラオケボックスです。でもこれ普通のカラオケボックスじゃないんです。なんとトラックなんです。そう、2トントラックの荷台を改造したカラオケカー。カラオケカー、はい、国連承認の NGO と東京の大手カラオケ会社が被災地向けに作りました。岩手県内の仮設住宅を2週間ごとに巡回します。まず設置されましたのはこちら120世帯が暮らす岩手県大船渡市内の仮設住宅です。どんな方がどんな思いで歌われるのか取材しました。カラオケカーがやってきた初日、真っ先にやってきたのがこちらの皆さんです。仮設住宅や近くに住む4人の方です。設置2日目、カラオケカーが仮設住宅の新たなサロンになっていました。あ、久しぶりだね。あ、そうですね。偶然ご近所同士が一緒になりました。このカラオケカーは先客が許せば相席もできるんです。いいですね。音楽の力ってすごいですね。寒い日続いてるけど暖かくなったね。なんかまあ、でもね、仮設にいたら大きい音で聞くこともそれから大きい声を発するっていうこともなかなかストレス溜まっちゃうよね。やっぱりね、できないでしょうから。カラオケかね、そのストレスをカラオケで発散していただこうと。このカラオケなんですが、はい、これと一緒に癒してくれるものが他にもあるんです。こちらご覧ください。カラオケカーと一緒にやってきたのはこの2匹の犬。訓練を受けたセラピードッグを撫でてくださいというものなんですね。気持ちいい。ちょっと足よびしみ。サモエド犬という種類で毛がこうふさふさで触れ心地がとってもいいんですね。手が冷えてると温めてくれる。心療内科の医師と仮設住宅を回って撫でてもらいながら話を聞いて回ります。医師によりますと、セラピードッグを撫でることで心が落ち着いて悩みを話しやすくなるということなんです。今後2年間継続して訪問し心のケアを続ける予定です。確かに犬触るとやっぱりね、なんか癒されますからね。しかも仮設の中の生活ってやっぱりいろんな、ね、ストレスがたまるだけじゃなくてね、いろんなやっぱ不自由があるから、誰かに何か言いたくても言えないっていう時に、あれを撫でながら、しかもカラオケでね。先ほどの犬もそうなんですけれども、震災直後は生活医療品とか食品とかそういったものの支援が必要になってきまして、今震災から10ヶ月経ちまして、徐々にその必要な支援というのがいろんな多様化していたり、でその中で心のケアというのは一つ重要なポイントになるということで、そうですね、いろんな長い期間をかけてそういった治療に専念したいというふうにおっしゃっていました。被災地に登場したカラオケカーについてお伝えしました。はい、ありがとうございました。